この人もまた一番前にいるしな。やりづれだな、これ。それでは皆さん、大変ご苦労様です。引き続きまして、労働法制改悪阻止、春闘勝利、国会前行動を行いたいと思います。よし。進行役の先輩というの山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よし。少し時間押しておりますので、早速始めたいと思います。よし。まず、主催者を代表していただきまして、お二方にお話をいただきます。国民春闘協闘全労連の小田川議長からまずお願いします。よしよし。今日はその皆さん大変ご苦労様です。ご紹介いただきました全労連の小田川と申します。今お話をしましたように、この行動、これからの時間帯の行動は雇用共同アクションとしての取り組みとなります。働き方改革一括法案、この国会提出に抗議をする、そして撤回と廃案を目指す取り組み、お互いに決意を固め合いたいと思います。皆さんのご協力、最初にお願いをしたいと思います。提出をされた法案の問題点、皆さんもご承知かと思います。企業にとって都合の良い働き方、1日24時間働かせても残業代は1円も払わなくても良い、この高度プロフェッショナル労働制の創設、過労死ラインまでの残業を命ずる、これを法律が認めるという残業規制、正社員と非正規雇用労働者の賃金格差を固定化、方法化をする同一労働同一賃金、さらには究極の労働者使い捨て、無権利無保護の働き方を政府が促進をする雇用によらない働き方などなど、労働者法規制の徹底した緩和、これが内容です。19世紀の無権利状態の労働者に後戻りをさせる労働者破壊の法案と言わざるを得ません。そのことを端的に示したのが、裁量労働制という働き方が労働時間管理をする労働者の労働時間よりも短くなる、このデータの捏造ではないでしょうか。裁量労働制は何時間働いても一定時間働いたとみなす制度ですから、企業がそもそも労働時間管理をするはずないではありませんか。厳格に管理をしていたとすれば、それは偽装の裁量労働制に他ならないと思います。裁量労働制の方が短い労働時間であるのならば、労働者の自由な働き方を促すのであれば、そんな制度を企業が求めるはずないではありませんか。皆さん、野村不動産での過労死事件、ひた隠しにして裁量労働制に問題がないかのように取り繕う、これが公正な行政の姿勢と言えるでしょうか。企業の儲けのために行政が労働者を犠牲にしている、そう批判をしても言い過ぎではないと思います。森友学園への国有地売却と関わって隠蔽改ざん虚偽答弁、さらには口裏合わせの強要、何でもあり、こんな状況になっています。首相案件の証拠が竹問題で明らかになっても言うはずがないと開き直る、不都合な日程は隠蔽し続ける、首相に逆らった事務次官を徹底して監視をする、人権侵害を行う、こんな政府信頼できるでしょうか。過労死なくすと言って出してくるのが高度プロフェッショナル労働制と過労死基準の残業時間、こんなごまかしの政治信頼することできるでしょうか。公文書の改ざん隠蔽などは官僚が行ったこと、自分が支持したという証拠は何もない、これが昨日の安倍首相の発言の要旨です。改ざん隠蔽で最も利益を受けたの誰ですか。首相の座を、国会議員の座を追われなくても済む安倍首相本人ではないでしょうか。仮に犯罪となる公文書の改ざんに首相が関わっていたとすれば、韓国のパク・クネ前大統領と同じで監獄に入ってもらえなければ仕方がないのではないですか。そこまでいかなければ責任はないというのであれば、政治責任果たす気構えないと思います。信頼は地に落ちた政権、働かせ方改革の法案成立を目指すことなどあってはならないと思います。今すぐ政権は退陣を、働かせ方改革法案の撤回と合わせて、その点
の声強くしていかなければならないと思います。この土曜日に予定をされます総掛かり行動実行委員会が呼びかけている国会内行動を大きく成功させることなど、安倍内閣を足元から揺さぶっていくことが改悪法案阻止の取り組みとなることをご理解いただけると思います。国政私物化が目に余る安倍政治にさよならをつけること、それが働き方改悪法案を断念させるこの道に重なっていること、改めて強調させていただいてご挨拶とします。ありがとうございました。よーし、よし、はい、ありがとうございました。続きまして、もう一方、主催者代表で雇用共同アクション全労協の金沢議長からお願いします。よし、金沢さん頑張って早朝からの春闘行動も含めて今日の行動に参加している仲間の皆さん、お疲れ様です。今、この集会の責任者の方から目の合図で短めにやれっていうシグナルが来ましたので、今あの小田川議長が、基本的にまとめの発言をされましたので、私は何も申し上げることはないのですけれども、それではちょっとまずいかなというふうに思いますので、若干お話をさせていただきたいというふうに思います。で、6日の日に、いわゆる国会に今度の働き方改革法、いわゆる労働法制を提出をしたということになっていますけれども、しかし今、お話がありましたように、国会の中はさまざまな不正、あるいは不備、データの改ざん、そうしたもので、いわば国会での議論が止まっている、動けばいいということではないですけれども、今度の国会の中では少なくとも、働き方改革国会が最重要課題なんだというふうに言ってたわけですけれども、しかし、そうした状況になっているというふうに思います。で、いくつか残りの8項目ということですけれども、方向についても、これは数字はもう、ちょっと前になるので、皆さん、うろ覚えなので、皆さんの中で確認してもらいたいというふうに思いますけれども、例えば1000万を超える収入の人が、働く人全体の中でどれぐらいいるんだろうかという話がありまして、確か 4% ぐらいだという話がありました。で、そしてそのうちの 1.5% が、特別職、そうすると残り 2.5% の人が対象になっているのだけれども、しかしこれは希望するかという話なので、結局、この公募の導入については、実態といいますか、実際の効果は薄いはずなのですけれども、これは企業側は社会金座ってこれ、堂々としているわけです。これも派遣法もそうだったというふうに思いますけれども、やはり小さく産んで大きく育てるという、そうした意図が明確だというふうに思いますし、2、3年前に、経営側の学者だったか、あるいは誰だったか、400万くらいまでに下げるんだということを、そろっとドルした、そういうことがあったというふうに思います。正確かどうか分かりませんので、皆さんの方で調べていただきたいと思います。でそして、そうした国会、あるいは政権の中で、昨年、安倍首相は秋葉原で、ああいう人たちには負けるわけにはいかないと言って、世間の非難を受けたということがありました。私は今のこうした政権に、こういう労働法制、安保、憲法、そうしたものを議論をして、こうした人たちに負けるわけにいかないというふうに訴えるわけですけれども、私もこれは批判されなければならないのかという、多少の危惧を持たないわけではありませんけれども、しかし、私は安倍政権を間もなく総辞職すると思います。早ければ今週とか、今月ないとか、いつもこういうことを言っているわけですけれども、しかし、これは安倍さん自ら起こしたことで、私たちが倒したという感じでないので、大変残念なんですけれども、私たちが手をかけて倒すように、これからの戦いで頑張っていきたいというふうに思っています。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それではここで忙しい中、福島みずほ議員が駆けつけていただきました。情勢報告をお願いしたいと思います。よし、よし、どうも皆さんこんにちは。国会前に集まられた皆さん、心から連帯のご挨拶をいたします。社民党参議院議員福島みずほです。皆さん、働き方改悪一括法案が閣議決定され国会に提出をされています。しかしこんな法案、どこが働き方
方の改革なんでしょうか。ご存知、裁量労働制の拡充に関してはデータが捏造であった。一般の人に比べて裁量労働の人が労働時間が短いと総理も大臣も説明していましたが、このデータが捏造でした。違うものを比較している。裁量労働制の人は1時間未満が25件でした、あったんですよ。こんなデタラメおかしい。私たちは厚生労働省の地下の倉庫に行きました。また超増派でそれも調べました。その結果、裁量労働制の拡充は削除をされました。しかし閣議決定された働き方改革一括法案の中には、さっきもありましたが、高度プロフェッショナル法がバイトからエクゼンプションがしっかり入っています。国会で質問をし続けています。加藤大臣に、1日24時間24日間働いても働かせても違法ではないですね。答えはその通りなんです。労働時間規制が一切なくなる、労働者を誕生させる、労働時間、休憩時間、深夜業、休日です。ですから裁量労働制などよりもさらにひどい、一切なくなる。24時間24日間働かせ続けても違法ではありません。こんなことを今出してくる過労死促進法案、残業代不払い法案に今日私たちが名付けたのもその通りです。強くなってきましたが、この勢いを出して頑張っていきましょう。皆さん、このホワイトカラーエクゼンプションは2005年経団連が年収400万以上とホワイトカラーエクゼンプションへの提言で書いています。下がっていきますよ、絶対に下げていきますよ。こんな労働時間規制が一切なくなる高度プロフェッショナル法がホワイトカラーエクゼンプション許してはなりません。そして上限規制、繁忙期には100時間まで OK という未満まで OK なんですが、中小企業に対しての配慮があります。中小企業の人の命が大企業より低いっていうことないじゃないですか。その点でもおかしい、そう思っています。働き方改悪一括法は今国会でどんなことがあっても成立しないように頑張っていこうではありませんか。そして皆さん、今国会は今日衆議院は予算委員会をやっています。そしてこの間参議院と衆議院の両方で東京労働局長によるとカズマさんを呼んで、こんにちは、集中審議を、こんにちは、こんにちは、集中審議を行いました。おかしいんですよ、おかしいんですよ。11月17日の時点で野村不動産に対する特別指導公表してないんですよ。公表するというところまで大臣にあげます。もう公表することを決めてるんですよ。初めに公表ありきじゃないですか。そして12月1日記者会見で立った局長はクリスマスプレゼントが12月26日にありますと言って、26日、皆さんクリスマスプレゼント行きましょう、25日に特別指導をやりましたと言っているんです。こんなふざけた公表の仕方があるでしょうか。そして皆さん、26日にはまさに野村不動産の過労死の認定やっているんです。私たちは過労死を隠した裁量労働制で過労死が出たことを表に出したくなかった。そして厚生労働省も頑張って裁量労働制について結局取り組んでいる、そのこと
のゴミなかったんですよ。そして国家反対とも言える解散の虚偽答弁、未だに嘘をついている、安倍総理は私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。きっぱり辞めるべきではないでしょうか。2015年4月1日か今治市の職員、愛媛県庁の人、官邸に行って総理の秘書官である柳瀬秘書官と話をして、首相案件であるこうやればいいというアドバイスを受けております。安倍さん、自作自演じゃないですか。国家戦略特区の議長がまさに指示してやっている、こんなのおかしいですよ。即刻やめるべき。みんなの声で政治を私物化する、そして嘘が支配するこの政治を終わらせていきましょう。どうか一緒に、頑張っていきましょう。国会の中で野党共闘し、市民と共闘し頑張り抜きます。安倍政権退陣、一緒に実現していきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もう一度皆さん、福島議員に大きな拍手と共同の拍手をお願いします。ありがとうございました。先ほど皆さんの前に通られたのは全道教のですね、東部権利総合の皆さんが少し時間が遅れているということもありまして、今国土交通省の方に JAL の戦いの支援に行かれましたので、ご報告をさせていただきます。それでは福島さん、ありがとうございました。どうも。続きまして、情勢報告ということで、雇用共同アクション全労協のゆずきさん。ゆずきさん。皆さん、雇用共同アクションで、全労協から参加している全労協常任幹事のゆずきと申します。もう、小田川議長をはじめとして今の法案のことずつ言われましたが、一応もう一度さらいとしていきたいと思います。労働組合はもちろんのこと、弁護団、労働弁護団、日弁です。そして何よりも過労死の家族の会の人たちがあんなに必死にですよ、こんな法案作ってもらったら困るということを訴えているにもかかわらず、あの安倍政権は抜け抜けと4月6日法案をほとんど変えることなく閣議決定しました。そもそも、そして4月中に審議をやりたいと抜け抜けとこれも言っています。でも皆さん、そもそも安倍は何のために働き方改革をするのかと言ったら、長時間労働を削減する、同一労働同一賃金を実現する、で、世にことがいて非正規という言葉をこの国からなくすまで言ったわけです。しかし出てきたな法案はどういうことでしょうか。もうすでに言われていますけれども、月45時間年間360時間の上限規制は行うと、罰則付きで上限規制をすると言いながら特別要項さえ認められた結べば、月に100時間80時間の労働、年間960時間もの時間外労働ができるような法案を通そうとしているわけです。おまけに、福島さんも言っていましたけど、1日24時間、4000時間も6000時間も働かせる、そして何の労働者には裁量もない、時間の管理も何の裁量もない、そういう働き方を、認めるというこのプロフェッショナル制度も、これまで多くの反対を押し切って出してきました。一体安倍政権はですね、人間を何だと思ってるんでしょうか。時間なんかに関係なく働きましのように働けというような指導しか見えないというふうに思います。そして同一労働同一賃金については、2016年でしたかね、12月にガイドライン、同一労働同一賃金のためのガイドラインが出ましたけど、あれを見ても、これじゃ差別はなくならないじゃないかと皆さん思ったと思いますが、あれから一歩も前進することなく、同じような内容です。そして今、同一労働同一賃金という法案の中には同一労働同一賃金という言葉は何もない、成果で測るというのは成果という言葉もないわけです。その結果残っているのは、身分が違えば格差があってもいいんだ、差別があってもいいんだという同一労働格差容認法案に過ぎないということを私たちはしっかり確認をしたいと思います。このままこんな法案が通ったら、この日本の社会の中で正規非正規、男女格差がもうそのまま固定化されてしまいます。そうではなくて、国際基準 ILO の労働基準であるような職務評価をきちんと行って、その仕事、同じ仕事に就いていた時には同じ賃金を、そしてもし若干違っていたとしても、職務評価をしたその比率に応じて賃
当でないのかという判断をすることなく格差を認めるというのが今裁判の状況は続いています。このようなことが行われたら本当にこの国は差別蔓延社会になってしまうということも確認しておきたいというふうに思います。それからですね、野党は、この労働法制の審議について今福島さんもおっしゃってましたけれども、談合になって立憲野党6党がもうずっといろんな様々な課題をずっとヒアリングで各党を呼んでヒアリングをしたりして談合になって戦っていると思いますが、こんな状況で加藤大臣があんな審議をしている未だになんかはっきりと認めない、でその割にはボロ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 といろんなメーカーが出てくるという状況の中にあると思います。そんな中で審議をされてはとてもたまらないということを私たちは声を大にしていきたいと思います。私は思うにこんなことをやっていると日本は、まあ、貧困からは脱却できないし、まあ、国が大好きな、ね、少子化対策、少子化対策なんて絶対できるわけもないと、金もないのに子供なんか産めるかという感じだと思いますが、そのことをまだ未だに気が付いてないのか、この国の政府はやっぱりちょっとおかしいというふうに思っています。最後にもう一点だけ、この一括法案の中に雇用対策法というのが入っています。それで雇用対策法に関わる労政審はたった2回だけ開かれたそうです。そしてあっという間に、まあ、法案の答申をしてしまったわけですけれども、その中に生産性の向上という言葉が入っています。どうして労働法に生産性の向上を入れなきゃいけないんでしょうか。それは経産省の方でやってもらいたいと思うんですね。私たち労働の法のところではそれほど入れてもらいたくない。労働者が安全に、そして人間らしく暮らしていけることができる、そういうことのために労働者はあるので、私は労働者の目を覚ましてほしいというふうに思っています。もう一点、その中に難しい見ないと、多様な就業形態の普及というのが入っているわけですね。多様な就業形態の普及、おまけに副業とかですね、なんかしろとか言っておりますけれども、フリーターで働いている人たちの本当に身分は不安ですよね。何も守られない、その守られる状況を作ることなく多様な働き方を有しろということは、もっともっと一人一人の労働者の権利を促進して、労使会との接触もなく契約に縛られてね、この人にこのパートナーが嫌だったらいいんで他の人にもあったら、そういう状況を作っていくことに他ならないと思うんですね。でこのような働き方について私たちは総勢許すことができないし、私たちは日本の雇用労働者がまともに生きていくことのできるために今ここは本当に踏ん張りどころだというふうに思います。ぜひ、立憲野党の皆さんと団結してこの状況を跳ね返していくために、そして労働法制の改悪を許さないということの運動をますます広げていきたいと思います。共に頑張りましょう。よし、はい、ありがとうございました。かなり時間経過をいたしておりますので、この後決意表明3名の方いただくんですが、そこのところちょっとよろしくお願いしたいと思います。まず JYTU の鈴木シャッターの菊池さんお願いします。よし、この参加のに参加している仲間皆さん大変お疲れ様です。ただいま紹介に預かりました JYTU 東京鈴木シャッター支部の菊池です。よろしくお願いいたします。私の方からはこの働き方改悪についての会社との論戦のお話をしたいというふうに思います。JMITU は昨年秋、そして今年の春闘と働き方改悪の統一要求書を会社にそれぞれ提出してまいりました。で鈴木シャッターで出された回答は、裁量労働高度プロフェッショナル制度は導入しない、これ明確に回答をいただきました。その他でも提出している回答はあるんですが、ただ私が心配しているのはシャッター会社同業もあります。でもし同業でで会社にその根拠を正したところ、会社はこういう制度を入れても職場に馴染まないし皆さんが働きづらくなるだけだ、そういうことを会社は言っていましたけども、最終的に私は物を言うのは労使関係だというふうに思っております。労使関係が崩れれば必ず会社はいいものをなくしてしまう、そういうふうに私は思っています。またそのことをさせないための労働組合の強さをますます発展させなければならないというふうに私は思っております。そういうために私たちは少ない組合ですけども、組織力、団結力を中心に強い組合にしていかなければならないというふうに思っています。そしてもう一点、3000万署名ですけども、JMITも取り組みます。シャッター支部の組合というのは20数人です。1人5室で取り組んできましたが、今1人10人を超える210人を入っています。もうすぐ5月3日になりますけども、ますます署名をしていただいて、何としても安倍救助会見を許さない、
そして働きやすい職場、安心して暮らせる世の中を作っていくために皆さんと共に奮闘していきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして雇用協同組合全農業労連初期長の黒部さん、お願いをいたします。皆さん大変お疲れ様です。雇用協同アクションに準中立労働党として参加しています全農協労連の黒部です。労働法制改悪阻止に向けた共同の取り組みにあたって決意の一端を述べさせていただきます。今ほどもありました、安倍政権末期的な状況ではないでしょうか。働き方改革一括法案についても廃案に追い込める、そういった状況が生まれてきているというふうに思います。安倍政権、私たちが職場で直面している困難を逆手にとって、今も話にありましたけども、この間国会の場で過労死という悲劇を二度と繰り返さない、あるいは規定という言葉をこの国から失踪する、こういった右側のようにスローガンを掲げて、その一方で財界や使用者側の未来の労働法制の改悪、最悪の労働政策を推し進めています。私たち農協労働者が直面している農協改革に名を借りた農協解体攻撃も、この間の政府の農政の責任を、問題にしない一方で、農業が厳しい状況を農協組織の責任転嫁し、自治体のところで言えばこれも民沢上に農業所得の向上というスローガンのもとに、実際には農業生産の主軸を進める家族的農業経営と、それを支える共同組合である農協に対する攻撃を強め、大資本が農業の分野にも進出できる、そういった規制緩和を推し進めているのです。このような安倍政権の嘘やごまかしを許すことはできません。まさに民主主義を蹂躙してはばからない、その危険な実態と本質が明らかになっているというふうに思います。この間、政府による姉さんの熱を特別な雇用あるとの見つけなど、そうした中で働き方改革一括法案の廃案に向けて私たちに求められているのは、世論の喚起を一層広げること、そこの実態を改善していくことだというふうに思います。私たち専門協同連は自力ながらも一貫して、8時間労働は労働者の権利の原点であるということを掲げて権利闘争に取り組んできています。この春闘でも改めて単独協定締結にあたって春闘の実態をきちんと把握して、労働時間の短縮につながる長時間労働の補填になる協定の締結の決定を一番の責任を果たし、社会環境を一層ごとに取り組んでいくことです。この会議、労使交渉でも私たちの一つの取り組みとなるものは、労使を中心とした労働法制の存在です。労働者に責任を転嫁する働き方がどんどん広がっていく中で、今労働法制に求められているのは労働時間規制の強化であり、例外のない残業の上限規制であるはずです。労働時間規制の適用を受けない労働者を増やしていくことではありません。労働法制の改悪阻止、そのために力を合わせて職場の内外で奮闘していきましょう。全農協労連もその一翼を担う決意を表明して決意とさせていただきます。共に頑張りましょう。よし、ありがとうございました。もう一方決意表明いただきます。全農連全国一般東京の森職長です。皆さんお疲れ様です。私たちは今日午前中、厚生労働省に東京出向として要請に行ってきました。さまざまな、6団体、そして地域の仲間と一緒に、まさしく官僚の若手、
その口で言うなということで残業の上限100時間ということを平気で言っています。皆さん、私たちの力でこの問題を何としても止めなければいけません。今日は皆さんに訴えたい、そのことは少し角度をさせていただきます。規制が行われているのは政府だけではありません。私たちが日々働いている職場でも日常的に様々な不正や不公正、そういったものを目撃する。しかし個人レベルでは声を上げられても、職場に勇気を持って経営者にそのことを言える指摘ができる、そのことを勇気があることは労働組合がその職場にあること、そのことなくしてはなかなか発揮できるものではありません。たとえ少数であっても経営者に対して自由に意見が言え、そして提案できる。間違えているものは間違っているのを正せる。そのためが、それが民主主義の基本です。憲法が生きる職場とは民主主義が生きる職場、それが私たち労働組合の持っている大きな役割の一つだと思います。安倍内閣が労働法制改悪で奪おうとしているのは残業代だけではありません。再現が働かせることによって批判したり物を考える時間を奪い、違法な解雇であっても金を払いさえすれば職場に戻れたりすることによって労働組合に接収する断絶性の奪う、恐怖によって職場を支配することによって職場から民主主義を奪うことになります。憲法は私たち国民に民主主義を職場や地域で実現することを求めています。労働法制改悪は労働者の生活と人生を破壊するだけでなく、職場や業界の民主主義の担い手である労働組合、労働運動までをも破壊しようという狙いであることから目を覚ますとらさず、これを絶対に許さない決意を述べて、皆さんの共に戦う決意表明とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それでは、閉会の挨拶を東京出張長官の小木原さん、お願いをいたします。4.11 中央高度に東京の皆さん、こんにちは。大変お疲れ様です。東京出張長官の小木原と申します。閉会にあたり一言挨拶を申し上げます。時間をしてますので少し締めたいと思います。はじめにこれまでの報告、訴え、決意表明で明らかのように政権担当能力を欠き、もはや当時不能と言ってもいい安倍政権、もう一日も政権にとどまらせるわけにはいかない。これ以上政治の劣化は許されない、直ちに退場をせよ、このことを声を大にして訴えるものです。皆さん、森友かけはやはり窃盗でした。森友安倍案件で公文書改ざんと虚偽答弁、加計学園は首相案件で特例新設ご利用し、イラクも南スーダンも自衛隊日報は一平見つけても報告せず隠し続ける、文民創生はどこに行ったんでしょうか。軍事が優先、勝手に動いていく、これはまさに憲法違反です。今の日本、極めて危険な方向に進んでいると言わざるを得ません。政治の劣化と軍事の優先は労働者の命と健康もないがしろにします。4月6日私たちが強く発災をしてきた安倍
国民世論に逆らい、九条改憲と軍事、国家が労働者保護を切り捨て、の安倍政権、これ以上存続は絶対に許されません。安倍政権を打倒し、国民が主人公の政治を実現しようではありませんか。まともな政治に切り替える時です。共闘と共同、一層広げ、みんなが力を合わせて、安倍働き方改革法案、必ず接種をする、このことを呼びかけて、閉会の挨拶をさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それでは最後に、皆さんの大きな力をいただきまして、指名コールをお願いしたいと思います。全労連全国一般投票の龍前さん、よろしくお願いします。それでは皆さん、本日この場に来れない仲間をバックに怒りの声を国会へ向けて行いたいと思います。しめっこー働き方を改悪するな、ありがとうございました。